さっきくん、おめでとう。よかったね。クマさん泣けるんでやめてください。クマさんの声聞くだけで泣けるんで。お祝いの歌をということで、何やろうか考えたんですけど、なんかあんまりお祝いっぽい歌がないんで、あのオリジナルでやっとるのから捧げたいと思います。痛みと